さあこのメインステージ土曜日最後にふさわしいパフォーマンス期待しています。青井屋一世の皆さんです。ではお願いします。改めまして静岡市よりやってまいりました青井屋一世と申します。よろしくお願いします。私たち青井屋一世、本日このような、とても素敵なそしてとても光栄な舞台に立たせていただけて本当に本当に幸せです。あっぱれ富士は、毎年毎年とても楽しみにしているお祭りです。出ている踊り子さんもとても温かく、仲のいいチームさんと一緒に踊ったり、またお客さんの雰囲気もとても温かく本当にとても居心地のいいお祭りです。そんな私たちの大好きなお祭りでこういった素敵な時間をいただけて、重ね重ねにはなりますが本当に本当に幸せだなと幸せをかみしめております。今日せっかくこんな素敵な機会をいただいたので最後ですからぜひ皆さんと楽しい時間を過ごせたらなと思っております。私たち静岡市のチームです。今日は同じ静岡市から静岡大学のよさこいサークルお茶の子さいさいさんが参加なさっています。ですので私たち曲の最後の方に一斉のデコールというコールがあります。静岡青井屋の後に一斉のデと手を振るコールなのですが、ぜひそこでお茶の子さいさいの皆さんと一緒に、そしてお客様の皆さんと一緒に楽しい時間を作れたらなと思っております。精一杯踊らせていただきます。よろしくお願いします。それでは参ります。
15回あっぱれ富士4月22日土曜日メインステージラストを飾りにふさわしい素晴らしいパフォーマンスでした。青井屋一生の皆さんでした。今一度大きな拍手をお願いします。そしてこちらの御祭祭の皆さんもサポートありがとうございました。